はい、おはようございます皆さん、今日もワンドに来てますが寒いです。今日はちょっといつもの、観測というか調査、朝の釣りをやっていこうかと思います。1月11日8時2分です。濁り方はですね、今日の水色はやっぱりクリアですね。はい、ちょっとだから白い濁りが入ってる気がするんですけど、これがまた加工で見てみると結構違うんですよね。不思議と結構画面で見るのと、似てますね。ほぼ同じ感じだと思います。この僕が見てるのとこの皆さんが見てる映像一緒だと思います。はい、まあ、カメラ越しで見ましたけど、でアングラさんはゼロ名、浦安側もゼロ名、加工域の方もゼロ名、完全にこの見える範囲では貸し切り状態です。ちょっとね、今日は寒いですよね。本当に昨日と全く違う。やっぱ太陽があるなしでこんだけ違うんだなっていうのはすごい感じる。あと北風っていうのもありますね。水温見ていきます。さあどうだ、おぶれ、あららら、あーでも10度ありますね。一応10度ちょうど、あー 9.8 度ぐらい、 9.8 度ぐらいですね。はい、お、セスナみたいな音が聞こえる。車か。すごい、あっちで工事してるわけじゃないんですよ、多分。あ、違うか、あっちで工事してるのかな。すごいガタコンガタコン聞こえる。こっちで工事してる、あの倉庫のところが反響してあっちから聞こえてきたのかと思ったんですけど、あっちでも工事してるっぽいですね。いやー、昔の小さい頃の僕だったらこういうのを使ってね、基地とか作り出しちゃいそうな自分がいますけど、ちょっと血が騒ぎますけど、そこはちょっとこらえます。ブタクサとかをね、いっぱい取ってきて、壁を作って屋根を作ってでやってきそうな感じしますが、今そんなとこ作る場所もないですもんね。基地も昔みたいに空き地とかのっぱらがないし。はい、では今日は 14g のウェイトにベローズスティック入れていきます。よいしょ。昨日あの私あの夜調査に回ってなんとかね2匹クロダイを釣ることができて、今季初フィッシュ、イエーイ、ありがとうございますめでたいタイだけにめでたい。で1匹目が、まあ、当たりからのフッキングでなぜかちょっと、まあ、唇のちょっと上あたりにかかってたんですよ。外掛かりですよね。釣れなのかな、そんなことないよな、本当だったし、オフセットフックらしいと思ってたんですけど、だからもう1匹釣りたかったんです。しっかりちゃんと串にかけた当たりがちゃんとね出して、ちゃんと釣ったぞ、釣れた、あれは釣れたやつなんだっていうのを確信したかったんですけど、その後もちゃんとね釣れてくれてよかったです。ありがとうございました。今季初フィッシュ、そしてこのタックルにも入魂できてよかったです。あー寒い、最近あのジョジョのねスタークセイダーズの第3部ですね。で、まあ、もちろん全部知ってるし内容も何回も見たことあるんですが、いろんなね映像でアニメで見たことあるんですけど、ジョジョに関しては映像も最近のやつはもちろん綺麗になってていいんですけど、かっこいいんですけど、城太郎さんとかの絵とかも、アニメにちょっとアニメで本当のあの漫画に近い感じがしていい感じになってるんですよ、新しいやつは。ただジョジョに関してはアニメもいいけど、やっぱ僕は基本的にアニメが好きなんですけど、漫画を見るときは。ただジョジョに関して言えば、本当の本の方でもいいな、どっちもいいなと思いました。なぜかっていうと、これちょっとしたセリフだったりとか、そのポーズだったりとか、面白い部分がいくつかあるわけじゃないですか、ジョジョならではの。そこを漫画だと勝手にもう進んでいっちゃうわけですよね。だけどアニメだと進んでいっちゃうじゃないですか、ピーってどんどん動いてるわけだから、セリフも。なんでその辺をゆっくり見たいなとかっていう時はやっぱりね漫画の方がいいかなと思いました。でアニメだと、あの昨日テレンスダービー編見てたんですよ。あのゲームですね、城太郎が
リオの館に入って、テレンス・ダービーっていうあのダービーの弟がいるんですけど、ゲームで戦うわけですが、ジョータローがイカサマするわけですよ。でイカサマするときに質問していくわけだけども、あのテレンス・ダービーのスタンドはイエスかノーでしかわからないんですよね。イエスかノーかでしかわからない質問を興奮しちゃって、そうじゃない質問を答えたら、てん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 って状態を答えてなかったんですけど、その時に冷静沈着なテネスダービーがあちくしょうって言うんですよね。そのあちくしょうのそのあが面白いわけじゃないですか。ちくしょうじゃなくてあちくしょうのあが面白いから、両方聞いてないと、本編知らない人だと普通にちくしょうって言ってるの聞こえちゃったりするから、そういうとことかね、やっぱり字で見ればあちくしょうって言ってるのがなんとなく面白かったりするし、はい、そんな感じでした。何の話をしてるんですか。寒い、手が寒い。太陽はそこにいますけど、完全に隠れてるんでね、完全じゃないけどほぼ隠れてるんで寒いわ。これを出てくる人でしたね。今日来てこなかったですけど、たまに流れてくる人ですよね。僕が検索してるものとかが沿ったものが流れてくると思うんですけど、まあ、チニングに年明けに行ってみて、多摩川で8時間ぐらいやったけどノーバイトだったとか、ウェディングしてですね、まあ、いろんな酷な情報、当たりがあったけど合わせきれるほどでもなかったとかで、そういう人とかもやっぱいるんだなと思って、やっぱり正直厳しい時期ではあると思うんですけど、なんとかね、この本流の旧江戸川でも一発ね、できれば、まあ、木舟をね、沖合でかけたいなっていうのがあるんですが、でももうそろそろ私のバチ抜け調査をね、依頼しているバチステタさんも、もうそろそろね、空港入りすると思うんで、そろそろ調査が入ってくると思います。まあ、でも風が吹いちゃったり、その仕事上ね、バッチもいろいろとテレワークで仕事すると思うんですけど、行けない日もあると思うんですが、行ける日をね、見つけて探っていこうかなと思ってます。好きな時期ではありますから、私もバッチは、はい、そんな感じで今日はとっても寒いです。もうこのネオプレンじゃなきゃダメかなって感じがしてきました。はい、そんな感じのめちゃくちゃ寒い、本当に真冬だなって感じの旧江戸川でした。はい、皆さんのフィールドはどうでしょうか。ちょっとでも長考前の参考になれば幸いです。はい、ではまた明日よろしくお願いします。では失礼いたします。